はい、皆さん、こんにちは。ゼロです。さあ、そろそろクライマックスとなってきた、こちら、くにおくんのバンカーですが、本日もしのぶさんと一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、こちらのサブが、もうラスボスかな？違うんかな？1個前かな？ラスボスだと思いますよ。あ、本当ですか？家燃えてるし。ああ、じゃあこれね、サブも一緒に燃やしてしまって終了としたいと思います。さあ、サクッと倒しちゃいましょうか。はい自信が行くぜサブちゃん。はい、怖っ、怖いね。よし、いやー卑怯な組長来たねこいつマジで。ちょっぱなから銃撃ってきてあら死んでるやん。はいや、ちょっと待ってください。もう眉間打ち抜かれてるんですよ。いくいくい。これきつ。これきついね。でもあの人は武器が強いから防御は絶対そう強くないはずですよね。強くないと思うし、あとはガードできないかなこれ。ガードいきなりしょっぱな。弾をですか？銃をガード。すごくないですか？あることもしとこう。はい。あ、じゃあじゃあ無理やわ。やっぱ無理でしたね。無理やね。あ、こいつは私やられてしまう。あ、近くにいれば大丈夫かもしれないですね。撃たれない。そうだね。うん。はい。あ、いった。撃ってくる撃ってくる撃ってくる。あいつ撃とうとする。あう。うわー、きつい。くっそこいつ。一発目の銃絶対からんかな。嫌やなあれ。嫌ですね。もうちょっとジャンプしてます私。そうだね。このセリフいらないわ。いらないですね。ショートカットできんのかな。ああ、もう私ずっとジャンプするんでボタン押してきます。了解。おっしゃ。もうどつくけ、近くに行ってもどつき枠挟むけ。あしゃあしゃあしゃ。いやもうこれやるしかないこれで。あしゃ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 。よしよしよしって感じや。あらサブ、あらやるしかない。やべ、いやいや出してきたか、チャカチャカ出してきたか。あの距離はちょっともうそりゃそうでしょうよっていう。もう一回やね。だいたい分かってきた。うん、汚ねえ野郎めこいつ。ほいほいナイス。やばいやばい。オッケー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 。ナイスナイス。起こしちゃいけないですねもうね。ナイスああなるほど。オッケーオッケー、ナイス。ナイス。やばい、ああ、ちょっと出た。慌てて。ナイス。やべ、危ねえ。あ、ナイス。あ、やばい、やばい。ああ、もうちょい打って、あやー、いける。ああ、やばい。ちょっと待って。こいつ、こいつ。いや、さっきよりも立ち悪いんじゃないこれ。ラインないし、逃げるラインないし。うん。あむろ。いやー、鼻水が止まらない。いきますよ。はい。はい。ナイス。あ。危ねえ。お、ない。ナイス。ナイス。危ない。危ない。ナイス。お、ナイス。よしよしよし。危ない危ない。お互い左右に分かれとった方がいいですね。あ、危ないそうですね危ない、この人すぐ打ってくるあ、痛っ。よしよし。ナイスナイス。なんかもうここにいようかなって。ナイス。あ、でもちょっとやばいな。うん、体力が伸びてきたね。あ、危ない危ないナイス。終わった。よっしゃー。ザコ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 よえやん。おのれ大変だった。危ねえ、地獄で剣にわべるんだな、ベイベー。今いっぱいで。違った。今一歩で。今一歩。なんかそんな日本語あるの？今一歩。あと一歩じゃなくて。グフ。作った人の方言入ったか。今一歩。今一歩。言うっちゃ言うかなっていう気はしますけど。燃えちまったね。燃えましたね。ちょっと待って、彼女どこ行った？彼女2人。ああ。うん。2人とも無事だったが、おっさん、別荘から逃げ出した分、どもは、違う、別荘から逃げ出した子分どもはか。残らず捕まえた。ひらがな難しいんですよね。難しい難しい。ね、あと、読みにくいしね、これ。そう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 。知らせ？さっき守が連絡があってな、2人は、美佐子と京子は助かったぞ。本当かよ。本当に二人とも死なずに済んだのかよ。くそー、心配させやがってー。東京に戻るぜ。クリアやん。おー。すごい。いやー、大変。なんかスーパーファミコンとかファミコンでクリアまともにした記憶がなかったし。あー、私もですね。やりきったぜ。国尾、力、美佐子、京子。はい。出演、映画みたいになってるやん、これ。かっこいい。ね、これで、それでスキップもできないというね。ああ、はい、なるほど、ね。はい。というわけで、今日はね、今までシリーズ8にわたって、今回の、肉尾邦夫くんのバンカーをやってきました。なかなか熾烈な戦いでしたけど、なかなか面白かったですね。はい、いや、面白いですね。これは結構ちゃんとストーリーあって。なのでね、ぜひね、懐かしさを求めてゲームを楽しみたい方は、やってみて、見てもいいんじゃないでしょうか。はい。やってみては、見てもいいんじゃないでしょうか。はい。じゃあ、エンディングスタッフロールを流しながら終わっちゃいましょうか。そうですね。はい。はい。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。ゼロでした。そして、はい、しのぶでした。ありがとうございます。はい、じゃあまた見てください。バイバイ。さよなら。